壊れてしまったものは元通りになることはない。一度壊れたことは全くなかったことにはならないのだ。元通りになることはない。けれど、それはまた新しい景色になっていく。これはよし、来てない。あれ水回り見てるんじゃなかったの？あ、見てます。本当？はい、綺麗でした。見た目？はい。水流した？いえ。あ、今日大家さんがちゃんと水出せるようにしてくれてるから、ちゃんと水圧も見ようね。はい。水圧だと下水の流れ方。 ありがとうございます。床の傾きをチェックしてたんですか？そうだよ。私てっきりなんかそういうお祈りの時間なのかと。ごめんごめん、ちゃんと説明しとけばよかったね。こう床って少しくらいは傾いてるもんなんだけど、これ以上はダメっていう、こう傾きの規定があって、以前担当したお客さんの部屋の床が規定の倍傾いてたの。そんな傾いてて気づかないもんですか？意外とね、こう微妙な傾きだから。でも住み始めてなんとなく体調悪くなって偏頭痛の原因になっちゃったみたい。はあ、そうなんだ。だから常にビー玉を持ち歩いてチェックしてるの。嫌でしょ、微妙に傾いた部屋。はい、嫌です。あと内見だけでお部屋は決めない方がいい。周囲の環境もよく確認しとかないと。どんなお店あるかなとか、夜何時までやってんのかなとか、駅までのアクセスとか。なるほど、確かに。ご通行中の皆様、こちらは桜田暮らしの商店街です。日々のお買い物から、でもいい感じの街ですね。初めてなのにすごく落ち着く。気に入った？私も好き。ちなみに私の推しは商店街のお肉屋さんのメンチカツ。よく部活帰りの子に混じって買い食いしてる。買い食い、いいな。最近してない。つぐみさ ん、 ん、私やっぱりあの部屋にしようか。え、待って、もっとよく考えてから決めないと。日が暮れてから来るとまた全然違うから、こう駅からの帰り道の人通りとか明るさとか、そういうのももっとよくチェックしないと。時間あったら今日夜とか一緒に回れるけど。え、あ、時間ない感じ。いやいや違うんです、あのなんかありがとうございます。いや、こんな親身に紹介していただいて申し訳ないというか、私こういう不動産屋さんと会うの初めてで。いや全然、私これデフォルトだから。あ、それくらいチェックしないと、うん、物件なんて決めちゃダメだよ。はい、ありがとうございます。見て、あのおばあさんたち。あ、お知り合いですか？ううん、よく見かけるだけ。いつもこの時間にお散歩してるので、掲示板の前でああやって足を止めておしゃべりしてる。うん、そうなんですね。この人は
この人は500万円。じゃあこの人の方がこの人に200万円高いんだ。そう。でもこの人は600万円。すごいね。すごいわね。うちの相方がね、言うの。あのおばあちゃんたちはエスパーなんだ。エスパーなんですか？あのおばあちゃんたちが？実は元 FBI なの。 FBI？ そう、元 FBI 超能力捜査官で、毎日あそこで指名手配の懸賞金をチェックしてる。見つけちゃうんですか？超能力で。見つけちゃうんじゃないかな、エスパーだから。いや、だったらおかしいねって話。あ、そっか。あ、だったらおかしいですね。そういうね、どうでもいいことをよく言うんだよ。相方さんが、うん、相方ってあれだよ、違うよ、恋人とか夫をこう相方って呼ぶタイプではなくて、はい、事務所にね、居候がいるの。ツバメっていうちょっと変な、いや、変っていうか少し変わった修繕師の。修繕師？あ、今度よかったらうちの事務所にも遊びにおいで。え、いいんですか？うん、ぜひぜひ。あ、エスパー消えてる。嘘。消えちゃったかと思った。お邪魔します。はあ、すごい部屋。部屋っていうか庭。すいません、私つぐみさんに部屋を紹介していただいたものでして、あ、怪しいものでは決してなくて。あ、エマちゃんいらっしゃい。道分かった？エスパー信じた子。ああ。鳥海つばめさん。つばめでいいよ。つばめさん、修繕師さんなんですね。そう、器とか食器とか家具直したりいろいろやらせてもらってます。これ素敵ですね。金継ぎっていうんだ。割れたり欠けたりしたところを漆で継いで金粉で化粧すんの。ちょっと触っていいですか？どうぞ。失礼します。なんか味があるっていうか、割れる前よりかっこいいのではと。お？エマちゃん分かる子だね。金で繕ったその模様のことをね、景色っていうの。景色？そう、ただ直すんじゃなくて傷を新しい景色に変えていくんだ。これ俗に言う世界に二つとないもの。
なるほど。そういえばエマちゃん、なんか直してほしいもんあるって。あ、そう、そうなんです。引っ越しの時に久しぶりに見つけたんですけど、開かなくなってて。直せますかね。どうする？直す？直すってツバメ直す人でしょうよ。いや、壊れたままにしておきたい人もいるかなって。いるんですか、そういう人も？うん、私は嫌いじゃないよ、壊れたままも。まあ、いるかもね、そういう人もね。なるほど、勉強になります。あ、でもこれは直したいです。治ったよ。え、もう？うん、鍵穴のところが少し錆びてただけだったね。ありがとうございます。あー、やっぱりここにあったんだ、よかった。何それ、カセットテープ？はい、大切なものだったんで。え、何のテープ？あ、あれだ、自作のラジオ番組とか。いえ、そういうのでは。グミ姉じゃないんだからそんなことしないでしょう。聞いてみてもいい？あ、はい、いいですけど。昔、柿の種を拾った猿が、おいしそうなおにぎりを持ったカニにばったりと出会いました。あったね。カニのおにぎりが欲しくなった猿は言いました。私小さい頃この柿の種をまけば毎年おいしい柿の実がなるよ。どうだい、おにぎりと交換してあげようか。うん、ありがとう。猿に柿をぶつけられ大怪我をしたカニは泣きながら家に帰りました。次の日、ハチとクリとウスとバフンがお見舞いに来ました。カニから話を聞いたみんなはカンカンに怒りました。よし、みんなであの猿を懲らしめてやろう。なんか前々から思ってたんだけど、この仲間たちなんだろう。何を？ハチとクリとウスとバフン。バラエティに富んだチームじゃん。富みすぎじゃない、バラエティに。なんか取り留めがないっていうか。取り留めがないですか？だってお話の中に柿は果物として存在してるのに、栗は人格を持ってる。で、まあハチはいいとしても、おにぎりはおにぎりなんでしょ。で、バフンとウスに人格がある。生き物と食べ物と排泄物と人工物、これどういう住み分けで人格持ってんの？なんかルール変だよ。本当だ、確かに言われてみたら。私こういうのすごい気になっちゃって。それがいいんじゃない？どういうこと？そういうまとまりのなさがこのお話のいいところなんじゃない？納得できない、変だよ。確かに変かも、ね、俺もいいのね。変な話。ずっと聞いてたのに気がつかなかったな。ほら。いや、私このテープ大きくなってからもよく聞いてたんです。受験の時とか、すっごく落ち込んだ時とか、なんかこの声聞くと落ち着くんです。お母さんの声聞いてるみたいな感じで。あ、本当のお母さんは私を産んですぐ亡くなってしまってて、小さい頃寝る前に父がこのテープをかけてから夜勤に出かけていって、だからなんというか、私にとってこのテープの声がお母さんの声みたいな感じで。あ、すいません、なんか湿っぽくさせてしまって。いやいや、あの
そんな素敵な思い出を変な話とか言って本当申し訳ない。あ、いいんですいいんです。実際話自体は変な話ですし。変な話じゃない、いい話だよ、いい話だよね。サルカニ合戦は全然いい話ではないです。いやじゃなくてエマちゃんとこのテープのお話が。いやいやそんなに。いや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 。エマちゃん、この声の人会ってみたくない？え、はあ、どうだろう、どんな人なのかなとはずっと思ってはいたけど。わかった、私たちがこの声の主探し出しましょう。私たち？変な話呼ばわりした罪滅ぼしに探してくれるんですか？任せて、大丈夫、私こういうの好きだから。探偵ナイトスクープ的な。探偵ナイトスクープ的な。探偵ナイトスクープ的な。ちょっとすぐない。任せて任せて。